でも死んじゃう。あ、やべ。お、来た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 。おお。ほら。こいつすごい、まあ、さ、20センチ超えてる。もういいね。ほら、収まんないもん。うん。もう近藤式の本格的天ぷらをね、ハヤトチャンネルでもやってみたいと思います。あの卵水、このちょっとね予備でも。ハヤトチャンネル。はい、ハゼ釣りの釣果です。でっかいよね。このハゼね、21センチ。まだね、生きてる。すごいですね。ヒレがね、ほら、ピンとなってるでしょ。これね、まだ生きてんですよね。ハゼ、生命力すごいですね。で、こんなでかいハゼね、なかなか釣れないですけれども、今日、ウナギも釣れたし、メソだけどね、子供の。あと、このシーバス。子供の生後ちゃん、針飲んじゃってね。もうあのリリースできなかったんで食べさせていただこうかと思います。はい、それでね、今日はハゼはねこれだけでかいんでやっぱり天ぷらでいただこう。お刺身でもね食べれるんですけど、やっぱりね火を加えた方が美味しいんで、ハゼ天で近藤式のね、近藤さんというね有名な天ぷら屋さんありますけども、近藤式の本格的天ぷらをね、ハヤトチャンネルでもやってみたいと思います。でこちらの聖子ちゃんはね、お刺身にしてハゼのね肝を取り出して、ハゼの肝と一緒にお刺身いただきたいと思います。はい、じゃあね、さばいていきます。まずね、頭を落とします。ズバッと。そしたらこういう風になるんで、お腹をねチュッと押すと、こういう風にね内臓が取れます。卵も入ってた、これもキープしよう。で、鱗がねすごいから、鱗も取っていきましょう。はい、背開きの場合はね、この背中側から包丁を入れます。で、今度裏返して背骨の上に包丁を入れて背骨をすいていく。で、最後この背骨を断ち切ると、こういう形になります。で、腹骨をすく。で、ハサミでこの 背骨をねカットしていきます。はい、こんな感じでね、背開きにしました。で、これが肝と卵です。うまそう。これはね、茹でてボイルしていきます。で、これはね、天ぷらにしていきます。氷水で締めます。はい、水気をね、よく拭き取ります。それで冷蔵庫に一旦入れておこう。生後はね、お腹を釜まで裂いて腹ワタを出しました。で、この腹ワタの中のね、ここ血合いの手前にね、この薄皮があるんですけど、これが浮き袋。浮き袋もね美味しいので茹でていただきましょう。これね、三枚おろしねして、それからお刺身にして、ハゼの肝と一緒にねいただいてみたいと思います。こういう感じで大名おろしでね、もうこれぐらいのサイズだったら OK です。うわ、きれい。で、反対側向けて背骨の上にね包丁を入れて、大名おろしでおろしていきます。はい、こんな感じになりました。はい、そしたらね、釜を落としていきます。こういう感じで腹骨すいていく。
水気をねよく取ります。はい、一旦冷蔵庫で保存します。この刺身切っていきましょう。切ってこういう風にねお刺身作っていきます。はい、これはねちょっとね余ってたアジのねたたきです。余ってたアジでねたたき作りました。これね、それからこれじゃ足りないんでメジナね、余ってたメジナのお刺身も、シーバスの浮き袋、ハゼのね肝、パナキモだよね。天ぷら近藤というね、銀座にあるミシュラン常連のね近藤さんのところの天ぷらをね、おこがましいんですけど真似してねやってみたいと思います。いつもね日清のねコツのいらない天ぷら粉を使いますけれども、今日はねちゃんと天ぷらのねつけだれみたいなやつもね作っていきたいなと思います。ミシュランね食べに行きたいですけれども食べれないんで自分でね作ってみようかなと。まずねこれねお水 500cc 入ってます。そこにね卵を入れます。卵酢、はい、この卵酢にね小麦粉を1対1でね混ぜ合わせるんで、これ 500cc 入ってるんで 500cc 分のね小麦粉を入れるんですけど、ちょっとね量が多いんでこれまず半分にね少し減らします。別の容器に移します。はい、こういう風にね半分にちょっと分けたんで、これに250入れます。250の卵水に対して250の小麦粉。はい、これでねこのダマに、ね、なってるのがねいいようなんですよね。全部を混ぜ合わせると良くないと、ちょっとダマになってるのがいいと。はい、このようになりました。こっちね天ぷらつけます。でこれはね卵水で、天種が多い時はねこっちがどんどん減っていったりして、水分調整するときにね、あの卵水、このちょっとね予備で持っとけばいいっていうことらしいんですよね。同じようにしてます。僕の場合はハゼ今回少ないけれども、一応格好だけでもちゃんとね教え通り少しねダマになってますね。それからこれがハゼです。ハゼ、このハゼをこのね小麦粉につけてから、こっちの天ぷらのソースにつけてから揚げるということです。すぐに上にふわっと上がってくるのが175度ぐらいでね、適温だということらしいです。良さそうですね。いい感じだね。はい、できました。デカハゼとね少し整合ありますけれども、さあ早速食べていきましょう。近藤式天ぷらということでね、ミシュランのレストラン食べに行ってみたいもんですよね。じゃあまずね
こちらの姿作りからね、いってみたいと思います。今日はね、醤油ではなくてポン酢、わさびつけてますけどね、今日はねポン酢でいきたいと思ってポン酢にしてます。まず聖子ちゃんのね、可愛い聖子ちゃんでしたけれどもね、針飲みましたし、ちょっといただきます。いただきます。すだちをね、ちょっとね絞ってみましょうね。少しすだちを絞ってみましょう。東京湾奥のね、このシーバスの類はね、東京湾の匂いがする場合がありますからね。ポン酢とすだちで食べたらヒラメ、うまいっす。でこれね、この刺身ね、もう一個食べ方があって、このポン酢これ2個ぐらいねいって、このすだちをねもう一回絞ります。このすだちがね爽やかでいいんですよね。すだち大好き。でこのハゼの大きい肝、これをポン酢にくぐらせて、以前ねこれあん肝をねヒラメでいったって表現したんですけど、もうねカワハギの方がねやっぱり馴染みがあるっていうことでね、これカワハギの肝にね勝らんともする美味しさですよ。うまい、めっちゃうま。これはシーバスの浮き袋です。美味しい。ハゼの卵もね、いってみましょう。ハゼ卵、あ、落ちちゃった。ハゼ卵をこの聖子ちゃんのお刺身で、これで一緒にいってみましょう。珍味、うまいっす。少しね、やっぱりね、東京湾の匂いが遥か彼方にしないでもない感じがしますけれども、ポン酢とすだちでね、ずいぶん爽やかになってね、うまいっすね。で、冷やしてます。もちろん冷やせば冷やすほど食べやすくなるんでね、美味しいです。で、このメジナもね、ポン酢でいってみたいと思います。これもすだち絞ろう。もうとにかくね、ポン酢とすだちでお刺身いくとね、最高うまい。うまい。醤油とわさびの組み合わせに匹敵しますよね。でこれにさらにね、柚子胡椒っていう組み合わせがあるんですよ。ポン酢、すだち、柚子胡椒、これ三種の神器です。覚えておくとね、いいと思います。じゃあ続いて天ぷら、揚げたてをねちょっと食べて少し喋りましたけれども、もう全然違いますね。甘人の藻塩、これでいきたいと思います。とにかくね、今年ね魚がね異常に多い。そしてこのハゼみたいにね、代表されるようにハゼ小さいのあんまり釣れないんですけど、大きくなってる。これはね、7月に雨が全く降らなかった、逆だ、7月はね雨がすごい降ったんですよね。で8月全然降らなかった。これがねやっぱり気象条件に影響してると思います、あの魚のね、あの生態に。いただきます。うまい、やっぱ違う。やっぱりね、小麦粉に1回つけて卵水に入れて、ちょうどいい温度、175度周辺、多分170から180度ぐらいで揚げてるんですけど、それでやるとね、もうほんとね天ぷらになる。日清のね、コツのない天ぷら粉もね、もちろん美味しいんですけれど、よりね、なんていうのかな、天ぷらとしての素朴さも演出されるし、かといってなんか安っぽい感じもしないです。ものすごい高級感がある、素朴であって高級感があるみたいなね。すごいですよこれ、天ぷら、うまい、めちゃくちゃうまい。多分ね、野菜とかするともっとうまいですよね。野菜、揚げようかと思ったんですけど、今日はちょっとねハゼの、あのご紹介っていうことだったんでハゼにしました。本当にうまい、これマジでおすすめのやり方です。はい、ということで、今回ね、デカハゼを釣りに行って、ハゼの天ぷら近藤式ミシュラン取ってますよ。
食べに行きたいでも行けないんでやってみましたという回でした。それとおまけの聖子ちゃんもね、美味しくいただきました。ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ハロチャンネル、ハロチャンネル、ハロチャンネル。